岩松氏、岩松氏は、日本の武家。本性は源氏。その家系は、姓は源氏の内川内源氏の同領であった、陳樹不将軍縁、吉家の子、吉国を外する足利氏の支流である。ただし、過祖である、岩生事件が、弟の田中寺朝と共に、実父の足利義順から義絶されたため、時金及び時朝は、実母の実家である新田氏の一族と称し、 日田僧侶家の滅亡後は、室町幕府の足利将軍家から、日田氏の後継として認められ、日田岩松氏または、日田岩松家と、通称されている。岩松氏は、足利義兼の所長氏の足利義順を祖とする。義順は王子、日田義重に養育されたと言い,い、その子、日田義兼の女を妻とした。が、後に、畠山重忠の未亡人。 北条と木政城を名とって、源の阿村、畑山師祖となり、戦災である、日田義兼の女との間に生まれた子たちは、気絶された。気絶され、日田氏に残った子、岩生時兼、田中寺朝兄弟が、日田義兼がその妻に譲った所領の一部を譲られた、ことにより家を越す。こうしたことから、岩松氏は母系である日田氏をもって、外仰いできた。ただし、系は、 足利市を祖とし、室町時代には足利市の天下となったことから、神殿の血筋を誇りとしながら、対外的には足利市の一門としての格式を誇った。また、岩松市の祖が後に畠山市を相続して、畠山義順となったことから足利一門の畠山市の傍流とみなされやすいが、あくまで父方は足利市を直接の祖としている。そもそも、岩礁と聞かね。 田中次長、畠山康志国いずれもが直接母方から所領を継承していることから議順を岩松市、畠山氏の祖とすることを不適切とする絵方や岩松氏の所領に平瀬畠山氏由来の所領が存在する指摘、足利議順が繊細の子を偽絶したのであれば起こり得ない所領の移動であるがあり、議順の経歴に関しては不明な部分が多い。 新田義兼の着村の新田正義は、その家督相続をした段階では少年であったがために、祖母である新田には、所領の大部分を岩礁事件をして相続させた。岩松氏は新田氏一族でありながら、その創立時点から新田氏本州家との因縁があった。また、新田正義が幕府の近畿に触れて、総領職を奪われると、セラ電子と共に、 岩松氏当主の岩商行権、時兼氏は、総領職を分担することになる。鎌倉時代末期、経験の子、政家が二月騒動を遠因として、外祖父徳川羅優の養子となって、その所領を譲られている。しかし、日泰一族で、本宗家に近い大館氏の大館宗氏と、洋水争いを起こした際に、総領の日田元氏、長子不氏の裁定に従わないなど、 新田本州下に対しある程度の自立性を持っていたようである。政経の代を経て、岩礁教家大窓家の代には、本州下の新田吉定の鎌倉幕府打倒のための挙兵に参加したが、倒幕後は足利氏に従った。教家は、県務の申請で、鎌倉将軍不執権の足利忠義の指揮下にあって、中仙台の乱の際、鎌倉に迫った。 北条時行軍を迎撃するも惨敗し、討ち死にした。岩松氏本家を継いだ岩上寺家国は、足利法の立場を取ったが、岩松氏諸流と思われる神殿島と海前地が、南朝方で活動している。岩松氏は、成立の経緯から、日泰一族と足利一族の立場を使い分け、鎌倉時代、 南北朝時代以降、新田氏本州家が没落する中で巧みに世の中を渡り切り、新田僧を中心に上野国に栄えた。足利高氏は新田義貞との対立を決意すると、新田僧にあった新田義貞、本宗家と彼に従う新田氏一族の所領の没収を宣言して自分に従った岩松忠志国に与えた。直国は新田一族の総領職を獲得し、 また、守護職とほぼ同様の権力を、新田軍に有した文軍守護であったと考えられる。室町時代以後の岩松氏は、新田岩松氏と表現されることがある。京家から万国までは、系譜が混乱しており、その血縁関係がはっきりしない。これは京家が戦死した、中仙台の乱の際に一族が壊滅し、暴流から岩松忠国が入って継いだためと、推測される。 この時期には、岩生ライ雷クが、高氏方で、関能の上乱を戦っているが、彼の系譜位置も諸説あって、はっきりしていない。一方、本家の直国は、関能の上乱では、ただ吉方であったとみられ、しばらく筆足を余儀なくされたが、札田山体制の崩壊により、岐阜の上杉憲りと共に復権した。直国の後は、万国が継いだ。万国の子。 岩松三鼓は、昭平23年、大安元年、1368年に戦死した、新田義宗の落院と称した。万国の妹と新田義宗との間に生まれ、万国の養子となったとの説もある。この三鼓は、上杉氏のり、全州の娘をめとっていた。そのため、上杉全州の乱が起こると、三鼓は、新田氏を名乗って、新田一族の生き残りを集め、 幕府の上杉全州、宇治範に味方した。しかし武蔵国に入間川で、鎌倉久保を足利持氏の軍勢に敗れ捕らえられ、鎌倉の達の口で切られた。これに対して、岩松光国は同調せず生還し、三鼓の死後、三鼓の弟の岩松光春,春の子である、岩松持国に家督を譲った。三鼓の子、土曜丸は出家して、逃れ開国の武田氏。 美濃国の時氏を経て幕府に保護された。餅ち国は、餅ち方として活動したが、餅ちが、室町幕府将軍、足利義則に反逆した、影響の乱が起こると、三住の子、土曜丸は、義則の後押しによって原則志願、松家順と名乗り、幕府方について、岩松氏を再興した。この家順の流れを、家順の官職寺部、大助の東病から霊部家と呼ぶ。 これに対して、持国の流れを持国の官職兄弟部の、東明から傾長かと呼ぶ。持国は敗戦となったが、しぶとく生き残り、一方で、家順は、後ろ盾たる将軍義則が、各吉の乱で死去したことで勢力を失い、関東を去った。なお、近年、黒田元樹が持国の実父である、岩松光春が、幕府に通じて、 岩松氏の当主の座を狙った可能性を指摘している。その後、足利持氏の維持で、小学坊の足利重氏が幕府と対立して、上杉則忠を暴殺し教徳の乱が起こったため、幕府が関東方面の抑さえとすべく足利義則の子、足利正友を堀越久坊として、伊豆国に送りむと、霊部家の家順はこれに味方し、小学坊についていた慶長屋の岩松持国と、 着難、二郎も正とに従おうとして、家順を当主と認めて彼との所領の分割協議に応じることにした。だが、干渉二年、千四百六十一年になって、持国、二郎親子が、古学坊法への復帰を図ったとして、家順によって撃たれて滅亡した。一方、これより先に持国の自死、政権は父への反発から、古学坊を支持る家臣と共に重氏の下に入って、 岩松氏の当主と認められたが、文明元年1469年に神殿を追われ没落、岩松氏は岩松家淳の手で統一されることになった。内淳は岩松氏の分裂を解消すると、新田氏の故地である神殿金山城を本拠とした。ところが、長岡毛春の乱が起こる頃に、着南、明淳と対立し、家淳が小学坊方に移ると、 これに、明順が反発して、再び、岩松氏は分裂した。しかし、家順には、明順以外に子がなかったため、重心横瀬氏が奮闘し、明順の子の岩松直順を後継者とし、岩松氏の分裂は解消された。一連の経緯については、家順に仕えた、僧侶、松影の、松影氏語に詳しく書かれている。明王三年、1494年、 絶対的な権威を持った家純順が死去すると、岩松氏では内部対立が起こった。家純順以来の重臣横瀬氏と当主、小順の父で引退していた、明順の対立である。明順が横瀬氏から権力奪還を図ろうとしたもので、明順は小順を抱き込み横瀬氏の守る神殿金山城を攻めた。しかし、天井の金山城は落城せず、 足利重氏による朝廷が入り、正順の子、八シ大丸、正マを当主とすることで決着した。明順、正順の桑ワは失敗し、横瀬氏は陽君を抱く者の死化を排除し実権を握ることに成功したのである。この一件を、ヤ内の桜んと呼ぶ。八シ大丸は成人し、正サとなったが苦月であり、巻き返しを図るも、 実権を握る横瀬安史茂により殺害されるに至った。正澄の後を継いだ弟の日田岩松氏淳は自害に追い込まれている。この結果、岩松氏は横瀬氏に実権を奪われて没落した。なお、横瀬氏は新田義宗の三男とする新田貞氏の子孫と称している。また、横瀬氏から由良氏に解消している。由良氏は上杉謙信や武田氏。 後北条氏の勢力争いの中で活動していたが、上杉、武田が上州から撤退すると後北条氏と対立、北条の手で金山城を追われ、北条に服属した。その後、豊臣秀吉によって天下が統一されると、由良氏は下宇佐に移ったため、岩松氏は解放された。その後、紀流にいた、四順のこの森住は、関東に入った、徳川家康に接見する。 家康は森住に、新田刑図の披露を求めた。新田一族の与両伝、徳川氏の子孫と称していた徳川氏は、新田刑図を借用して、自己の系統を改ざんしたかったのであろう。しかし森住が家康の要求を断ったため、直進となるも六高は、新田軍師、野井村官王子グルワのわずか二十国しか与えられなかった。江戸幕府は、森の孫、岩松秀順の 表面上は、岩松氏を、日田宗家に縦交代寄り合いの格式を与えたが、日田政を名乗ることは許さず、六高は、漢文三年、1663年に、日田軍下田島村にわずか百国増しただけで、交代寄り合いとしては最低レベルの百二十国を、与えただけであった。六高は局長だが、徳川将軍家と同じ日田市一門として、岩礁家と三名家は、特に、 表高い江波寄り合いとして、江戸幕府から、格式、席や乗り物や服装等については厚く処遇されたが、参勤交代があった。120国と局長の旗本にとって、参勤交代は、金のかかる務めで資金集めに、岩松義より、徳順、道順、春順四代は、猫絵を描いて売り、猫絵の殿様として知られていて、今も、 直筆の署名入りの猫絵が現存する。上州、下津家、品野の養蚕農家ではネズミよけに絶大な効果があると信じられていた。他にも、放送所、液心所、狐付き封じのための除札を発行して、それを求める人々にカフしており、また、岩礁の殿様がカフする食物は熱を下げ、わらじは狐、氷を封じ、その顔を拝すると狂人の気が治る効能があると、 信じられていた。明治維新当時の当主、岩松俊住は、新田聖を名乗り、母親戦争で、新田金納党を組織して官軍に味方して、上野国で挙兵し、その功を新政府に認められた。維新後、俊住は、同じく、新田政を名乗った揺らしと新田支着流をめぐって、争った。揺らし当主に溶接が続いたこともあり、新政府は、 岩松氏を、新田氏着流と認め、先祖の功により、断尺に除した。新田義兼、群馬県氏及び、慶図山陽による。ただし、関政府では、岩松光家を、万国の弟、万長、万春を光家の子とする。また、政経から万国までは、慶府によって歳が大きい。新田一族の戦国史では直国を共へ、万国の間に置く。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。